ガネット飛行する A 海軍のガネット A マーク 3XL500 号機ガネットはフェアリー社が開発しイギリス海軍等で使用された環状対戦哨戒機。愛称のガネットはカツオドリのイ、e、ターボプロップのエンジンを採用。太い胴体に緩い逆がる翼というシルエットのため世界で最も醜い航空機と称されることもある。ガネット AS。 4特徴的な折りたたみ翼1945年にイギリス海軍は使用カキグレーン17-45を発行した。これは関西大戦哨戒機を作るというものであり、ブラックバーン社とフェアリー社が答えた。ブラックバーンはブラックバーン B-54 を、フェアリー社はフェアリー17を提案した。フェアリー17のエンジンには、 アームストロングシドの例が開発したマンバターボプロップエンジンを2機繋げた構造であるダブルマンバエンジンを使用することとした。乗員は操縦士が1名、空中監視員が2名の3人体制。会場の監視を行う空中監視員は1名が操縦士の後ろに座り、もう1名は後方に設置された席に後ろ向きに登場する。折りたたみ翼は 通常の二つ折りではなく、Z の字型に折れるようになっている。エンジンの特徴としては、片廃飛行が可能という点にある。マンバエンジンを二つ結合させたダブルマンバエンジンは、機体前方の左右に並列に置かれ、それぞれ独立した減速ギアを介して二重反転プロペラの片方を稼働する。すなわち、エンジン変発停止時には二重反転プロペラの片方だけが停止する。 通常の多発機で一つだけエンジンを停止した場合、水力が左右で非対称であることから問題が起こるが、ガネットは二つプロペラを同軸上に位置するため、これを気にする必要はなかった。対戦紹介では飛行時間を伸ばすためロイター飛行を行うことが多いが、ガネットはエンジンの一方を停止させることで、プロペラ一機でもロイター飛行を可能としている。しかし、 稼働中のエンジンが止まることがあったとされ、低空でこの動作は推奨されていないという説もある。またその事故が起こった際には、エンジンの再稼働までの間、パイロットに精神的負担を強いていた。通常のターボプロップエンジンは、ジェット燃料が使用されるが、マンバエンジンは、通常のディーゼル燃料も使用できる、空母に積載したジェット燃料が枯渇した場合でも、軽油が残っていれば、 飛行可能という特徴がある。ガネット AS4 コクピットの形状がわかる。競争相手であった B-54 との原型機比較試験の結果、正式採用が決定したガネットは1949年9月19日に初飛行、翌年の1950年6月19日には空母イラストリアスで着艦試験が行われた。これはターボプロップとしては、 初の着艦であり、パイロットはジーカリンガム少佐であった。その後さらに改良が加えられた後、最初の生産型である AS-1 型の生産は1953年に開始され、1954年4月にはフォード空軍基地に配備が始まった。イギリス海軍は1951年により、軽量で低コストの対戦哨戒機の開発を計画しており、 発注を受けた、ショート車は1953年に、マンバエンジンを単発都市2名で運用できる、ショートシーミューをテストしたが結局採用されず、ガネットの採用が続けられた。作戦任務は1955年1月に、空母イーグル艦載部隊の第826飛行隊へ配備されたのが初で、あった。なお、AS-1 型は180機が生産されている。また、 1954年8月には練習機タイプの T2 型が初飛行しており、35機が生産された。後にエンジンを換装し、AS1 型で問題となったパワー不足などを解決した AS4 型が生産されている。この型は82機が生産されている。また、この AS4 型の練習機タイプである T5 型も8機が生産されたとされる。 この他には AS4 型のうち小数が電子機器を回収され AS6 型となっている。1958年8月にはアメリカ製であった A-1 スカイレーダーの早期警戒型に代わる機体としてアン・ a p s 2 0レーダーを機体下部に搭載しエンジンを換装した A3 型が初飛行した。それ以前の型で後方に存在した第二国ピットを 電子機器を搭載するために排除している。そのため機体の中ほどにあったキャノピーの膨らみがなくなっていることと胴体下部に位置する巨大なレドームが外見上の特徴である。11月には空母戦闘で試験が始まった。この機体は安定性を向上させるために尾翼を再設計した後生産され、K44 機が生産された。このタイプはイギリス海軍が 通常の固定翼艦載機の運用取りやめを決定し、1978年にイギリス最後の通常空母であるアークロイヤルが退役する運びとなり、同空母の第849飛行隊に配備されていた機体が退役するまで任務についていた。なお、この固定翼空母の退役により、イギリス海軍は早期警戒能力を喪失したことになり、これが フォークランド紛争における損害につながったとする見方がある。1960年代半ばになると AS-1 型及び4型が受け持っていた対戦紹介任務はウエストランドホアールインドとほぼ交代した。このため余剰となった AS-4 型のうちいくつかの機体は電子線系の ECM-6 型に回収されて陸上で使用された。その他には AS-4 型の内部装備を取り去り、輸送機型とした COD-4 型が存在している。イギリスでは、ガネットの退役以降、哨戒機を陸上運用の大型固定翼機と、関西ヘリの2系統に再編した。ガネットは、イギリス以外ではオーストラリアに AS-1 型が36機輸出されており、クーボメルボルンのほか、ニューサウスウェールズ州ナウラ近郊に位置する。 アルバトロス航空基地で使用されている。また、西ドイツ海軍も AS4 型と T5 型を購入、使用している。欧州以外ではインドネシアが1959年に AS4 型と T5 型を購入し使用している。なお、カナダでも1機が試験されたが、結局購入はされずに終わり、上記参加国とイギリス以外にガネットを使用した国はない。 使用した国、及び航空隊は、以下の通り SW 型と A 型の、比較図動体爆弾層を開き外エンジンを停止して、飛行するガネット T2T 2オークシャー、航空博物館に保存されているガネットへ、 3 h t t p w w w t h u n d r e n d l i g h t n i n g s c o u k g n n e t s l a s h i n d e x h t m l h a t t t e r r a John W.R., Fairy g a ネ n e t t コンバットエアクラフトオブザワールドフロム 1909, ツーザ・プレゼントニューヨーク GP パットナムズサンズ1969-0から 425036332-9780425036334? ありがとうございます。